ありましたけども、やっぱり朝の中で言うと、中学校の人の人たちが、まあ、とにかくここへ来ると、菅原弁というか、自分の中の言葉で話してた人たちが、もう人にたくさんいると。で、まあ、今年はダービーが近づいてきて、それで、まあ、ダービーについて今年、